先ほどブレンダーで作ったこのテキストファイルを OBJ ファイルでエクスポートしてこっちに読み込ませてみました。こういうこともできるんですね。で、マテリアルをいろいろ今試して、見てるところです。これは何かに使えるんですかね？こういう感じで、クリッピングして、画面をキャプチャーして、使うとか、そういうロゴ作りとかにいいのかもしれませんね。これ金属の光沢はかなりいい感じだと思います。こういうのができるのは私は知らなかったので、ちょっと今小さな喜びとともに動画を上げてみようと思いました。こんな感じです。